馬謖はどこじゃ。上将、馬謖は己の罪を知り、自らを縄で縛ってお裁きを待っております。連れてこい。この度のこと伏してお詫びいたします。馬謖、外邸は今誰の手にあるか。家族の命までかけて外邸へ向かったはずじゃ。その外邸は今誰の手にある。上将、外邸での敗北我が罪でござる。あの時重ねて申したであろうが、外邸は味方にとって寛容の地。もし外邸を失えば我が軍は身体極まりなくなる。そなたのせいで30万の大軍が葬られるところだったのだぞ。出発の際、陣は道に取り、敵を防げと何度も申したはずだ。なのにそなたはそれを無視した上、己は兵法に明るいとうぬぼれ、なんと山頂に陣を取った。王兵は何度も諌めた。もしその諌めを聞いておれば、今のような災いはなかったのだぞ。上将、私はこの度初めて刻んで兵を発し、義を滅ぼすため30万の大軍を起こした。将兵が皆辛い行軍に耐え奮戦したからこそ、南安など三軍を取り、伊水に軍を進めることができた。ことがまさになろうとするとき、そなたは固い意地を張り、独断でことを運んで、ついに外邸を失い、将兵を死なせ、領地と城を取られたのじゃ。すべてそなたの責任だぞ。上将、このような大罪をそなたどうやって償うのだ。上将、首をはねてくだされ。そなたは誓いを立てて、外邸を失えば家族が殺されても構わないと申したな。しかしそなたは長年よく仕えてくれた。それに免じて家族は許そう。かたじけない。しかし外邸を失い軍律を犯した以上、罪は免れぬ。軍律を揺るがせにすれば示しがつかぬ。誰ぞ。はっ。上将、上将のお言葉を聞かず、王兵殿のいさめにも耳を貸さず、外邸を失いましたこと、すべて私の責任。全軍に大敗をもたらし、この罪は馬謖死しても償うことできません。死罪は覚悟しておりますが、後に残される妻子だけはお願いいたす。馬謖よ、そなたと私は兄弟も同然。そなたの子は私の子じゃ。妻子のことは心配するな。私が必ず面倒を見よう。かたじけない。上将、これでお別れいたします。皆様、これでお別れいたす。上将、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 死罪を犯したとはいえ
馬謖殿は生来忠義なもの。もう一度償う機会を与えてくだされ。おのおの方、もう申されるな。上将。上将、待たれよ。上将、待ってくだされ。上将。どうしたのだ。天下がまだ定まっておらぬこのような時に知恵者を殺すとは。この荘園、わざわざ生徒から駆けつけたのも馬謖将軍の死罪の許しを請うためでございます。軍律は軍律、情けは無用じゃ。軍律が乱れては軍勢率いて戦い天下を休んじることはできぬ。今となってはどうにもならぬ。上将。切れ。Look.